母のない子と子のない母と壺井栄、戦争に行ったお父さんの帰りを待っていた一郎とお母さんと弟は、埼玉の熊谷からお父さんの故郷の小豆島へ引き上げました。先生をしていたお母さんが病気になってしまったためです。ところが小豆島に来て間もなく、お母さんは病気で亡くなります。一郎は11歳、弟は3歳でした。お父さんのいとこおとらばあさんが言いました。これからはうちで一緒に暮らそうね。おとらばあさんは夫と一人息子を戦争で失って故郷の小豆島へ戻ってきていましたが、大の子供好きで島の子供たちの間でも人気者。一郎と弟はおとらばあさんの愛情をたっぷり受けて、次第に島に馴染んでいきました。秋の麦狩りの時期、学校は休みになり、村の子は皆手伝いに励みます。一郎も仲良くなった四郎の家族と一緒に山の段々畑で麦を刈り、背中に背負って張り切って何回も運びました。頑張った一郎ですが、翌朝起きると寝床がぐしょ濡れに。おばさん、ごめんなさい。いいよいいよ、よっぽど疲れたんだね。おばあさんは自分がおねしょをしたことにして笑い飛ばしてくれました。一郎くん、観音様のお祭りに行こうや。秋の夜、四郎に誘われて一郎はおとらばあさんからお小遣いに挨拶を2枚もらってお祭りへ出かけました。たくさんの夜店が出ていて、一郎は弟のために赤い自動車、自分のために青い自動車を買いました。おとらばあさんへのお土産には迷った末、ゴムテープを買いました。その夜、おとらばあさんの踏むミシンの音を聞きながら一郎は横になりました。ミシンの音が遠く機関車の音のように聞こえて、目をつぶると熊谷の家やお母さんの姿が浮かんできました。そして病気で寝込んでいたお母さんに言われたおとらばあさんのご恩のことを決して忘れないのよ、という言葉を思い出しました。一郎はおとらばあさんに声をかけました。おとらおばさん、僕大きくなったらおばさんにご恩返しをするよ。おやおや、それは嬉しいね。おばさんにとっちゃ戦争のおかげの中のたった一つのいいことだね。おとらばあさんはそう言いながらそっと涙を流しました。やがて一郎は目をつぶって軽い寝息を立て、おとらばあさんは亡くなった自分の息子のことを思い出していました。解説。一郎やおとらおばさんのように戦争で家族を亡くした人がたくさんいました。前向きに生きる人々の生活を通して戦争の残酷さが伝わります。おしまい。坪井栄さんは24の瞳で有名な作家です。24の瞳のほか、赤いステッキ、お留守番、柿の木のある家、小読み、瀬戸内の小魚たち等は青空文庫で読むことができます。ぜひ他の作品も味わってみましょう。四代目ケンケンでした。